アダドは、メソポタミア神話における天候や嵐、雷の神。別名は、イシクル、バール、ハダド、アッドなど様々。ハイグー神は、濃厚の女神シャラ。七母神は、天空の神アヌと大地の女神キ、風の神エンディルと穀物の女神ニンディル、月の神神と豊穣の女神ニンガルと一貫性はない。諸説あるが、神とニンガルを七母神に持つ場合、 太陽の神ウッドと豊上と愛の女神ナンナとは兄弟であったとされる。ハイグー神は濃厚の女神シャラ。手に稲妻の光の方を持った姿であるとされる。ハラブ、カルカル、マリなどの都市神。彼への信仰は南部よりも北西部で盛んだった。地中海東岸のウガリ島王国では、ウガリ島の人々の神話の神と集合した。その神は主人を意味するバール。このバールは、 旧約聖書にも登場する。元は、西、セム系の天候の神、ハダドに起源を持ち、西方からシュメールに伝えられたとされる。広範囲でその地の天候神や雷神と同一視された。自然の厳しさと恩恵の二面性が特徴的な神でそれは神話の中でも垣間まみることができる。洪水神話では、エンリルが人間を滅ぼそうとアダドに干ばつを起こさせた、時、 人間が備え物をして、祈祷すると、機嫌を良くし、恵みの雨を降らせたという。だが、再度エンリルが人間を滅ぼそうとした時は容赦なく、嵐を起こしたという。ありがとうございます。